いいこと言うよ。お金を余らすというか、貯金というか、お金を余らす行動はなかなか難しい。昔トラック乗っとった時にね、それはよう走っとるから13万貯金したりね。あれ貯金っていうのは給料余ったから、それで貯金っていうのはね、この生活保護で12万の枠でねやってね、それ貯金できるのはなかなかできない。わしの津でね、タのつくやつね、10年間で、360万貯めましたわ。計算あったら3万ずつ。それバレてね、2年間それで普通で生活して、規制がすごく切られて、また受け取るけど、カードしか持ってなかったから、通帳見られた。だから、その人の真似はできない。で、子供の学資保険1000万も貸したらしい、建築、年金5万5000しかないのにね。そう、神業。で、俺もね、俺も7万円もらった時にね、女遊びにね、生活保護でね、わしの主治医がね、月末に生活保護を受けて、一級の酒飲みね、なんていうかな、それで女の子に6万ぐらい使うのさ、飛びたいことする、例えばね、2万ね、15分。それで延長は 2回ぐらいしたと思う、6万円。だからね、月末1月の終わりことで、2月の3日頃になって会うたらね、飯3日食ってなんて不思議でしょ。そういう人もおるし、だから7万円わしはね、わしはデリヘル100回以上行っとるからね、女遊びデリヘルね、シックスナインとかして。だからそれを行ったら金いるからね、それで、ただね、行動する人っていうのはね、サンマじゃないけど、サンマはただ散歩だけで、俺も女遊びとか喫茶店好きやからね、わわいいの。そこ行ったらね、ビール1本とね、調子のいいって現役の時は3本ね。ビール1本にコーヒー飲んで、で、もう1本飲んで、そう余らして。そこのお姉ちゃんがね、1000円ちょうだいとか、いや、1000円やる癖があるんです、俺。1000円やって、マスターがおって、また1000円やって、それで、前のボーイがおったから1000円やって、はい、3000円ね、4000、5000。これでカラオケも面白い、5曲歌ったら、小一番飛びますわ。いや、小一番、6000円ぐらい飛びますわ。だから、それもいかない。抑えるの難しいん。ほんで現在ね、米コミュニケーション毎月9000やめたのがすごく正解。だからそこにね、合計で貯金通帳に6000、そのうち何億になるよ。6000の現金1万1000持って、俺にしたら13年目で珍しい。これなぜかというとね、俺、年金3万8000ぐらいが2ヶ月に1回あるんですわ。7万6000。それを担保にね、5万円借りたんですわ。6万5千、サラ金と一緒で。何でもいいけど、1万円で5千ね、サラ金は。だから4万借りると6万ね。だからそういう芸として5万借りて6万5千連れから小松ちゃつ借りてね、田中ちゃつに1万借りて1万5千で、そこが5千でつくつけて。で、また借りたんですわ。ちょっと長いっちゅうからね。小松の子電話して5万借りて、昨日振り込んだから。それで、ちょっと1時間遅れたけど。それでその3万円、3万バシッと返して、だから田中君の月満のやつはなくなってね、小松君の5万円を、4月の15日に6万5000返して、それでも1万もある。だから現金今も1万7000持ってる。すごいな。で、1個が5000。珍しいですよ、この行動。だから、グッドの新助じゃない、誘惑がなんぼでもある言うてね。そうそう。あれをこと覚えとるな。地下鉄が湧き出るように出てくる。そんな、地下鉄思い出した。南波の朝6時頃、9時の朝6時頃行ったら、グラマーの姉ちゃん、キャバクラの45歳の姉ちゃん、出てきました。やっぱグラマーはいいね。そんな話いいか。それでね、デリヘルでもね、俺全部知っとるから、インターネットプロやからね、梅田と行きゃ1万5000円デートできる。今その1万7000のある金ね、貯金下ろしてね、行く人おんですわ。で、パチンコもそう。あれなんでわからんかな、俺はだからストップかけとる。行ってない。ほとんど。一回見てない。15年かな。これでパチンコね、一回ね、最初は喫茶店よ行きようだったら400円で。行こうか、たまに。なさ、難しいわ、話やな。ほいで、パチンコしたんですよ、2回ぐらい。3000。それも痛いよ。ほいで、生活保護は何にもできない。それが普通なんですわ。ほいで、利息ね、俺今度金余るから、ほいで今2月や、2月終わりに3万また余るんですわ、米コミュニケーション。あれ遅れたらね、2ヶ月、3ヶ月遅れで払うんですわ。4月15日に2万8000ぐらい。
3区27、振り込み6歳ね。で、田中君に1万5千円でしょ。これ5、4万ぐらい。で、小松君は2、3万。もうゼロになるさ。だからそういう風な流れです。だから今とにかく1万何個持ってる。以上。持ってるとね、例えばね、風呂、岸の里じゃない、あそこ、消防署の前に風呂あるから、帰りしな、どっか喫茶店ないかな、考え方が違う。どっか食うとこないかなと思って、カゴの屋一回行ったけど、そうそう、焼き鳥食おう。焼き鳥が美味しいでね、それがね、それ、焼き鳥、もう13年目やけど、5年前ぐらいね、仙北じゃない、仙人言うたんじゃない、中央、水戸水、仙日前か。千日前通り。あの辺でね、あれタクシー王か。あの焼き鳥よう食ってました、10本。だから焼き鳥久しぶりに食った。ファミマは美味しかった。食べ込みでしょ。だからそういう感じですわ。これでね、1個かに5千、そうそう、5千入ってるんですよ。珍しいでしょ。5千入っとって、言うこと違うと。7個取ってもいいけどね、ここからセブンイレブン遠いんですわ。天下茶屋2キロぐらいあるかな。1キロか2キロ。で、玉出て2キロね。7個も取っとこう。忘れた。だから、余剰でしょ。まあ、そういう話でした。金を持っとると。以上。